スレート屋根作業これは屋根状の作業のイラストです。この屋根は割れやすいスレートの屋根です。しっかりしたコンクリート製の屋根ではありません。屋根状の作業では、屋根を踏み抜く災害が多く、特に解体工事のスレート屋根は劣化により、足を乗せただけで簡単に割れてしまいます。 踏み抜かないように足場板を敷いて通路を作り手すりやシンツナに安全帯を必ずかけてくださいさらに屋根に登る昇降設備を設置してください安全のポイント 丸一屋根に材料を置く場合。足場板を敷いてその上に置いているか。丸二通路の幅は30センチメートル以上か。丸三屋根への昇降設備はあるか。丸四安全帯を使用しているか。丸五安全ネットはあるか。